塚原温泉は、大分県由布市由布院町、塚原のガラン竹中腹にある温泉。国民保養温泉地、由布院温泉号の一つをなす。全国第2位の共産性の選出で知られる。石鹸は泡立たない。皮膚に対する効能があるとされ、アトピーに悩んでいる人々も多く訪れる。水虫など感染基準が関与した疾患には効果がある。 ガランだけ噴火口入浴施設が一軒存在する。施設は浴槽まで全て木でできている内湯と、耐酸性のコンクリート製露天風呂、家族風呂を有する。そのため、建物の雰囲気は共同浴場にも近い。入浴施設の裏山には、厳選地である地獄地帯が広がる。地熱が高い場所は、ゴム製の靴底で歩くと溶ける場合があるという。 降った雨がこの地獄地帯で温められてすぐに温泉になるため、湯量や温泉の成分の濃さは、降雨量と密接に関係があるのが特徴である。陶器は積雪のため休業になる場合があるので注意が必要である。ガランダケの河口は年々拡大傾向で、噴気体の活動も活発である。ガランダケの河口は塚原温泉から徒歩5分くらいで見学できるが、噴気体は 現在危険のため立ち入り禁止となっている。かつては、噴気帯にスコップを持参して、手彫りの湯船を作って入浴するマニアもいた。詳細は、ガラン岳を参照のこと。加工がある周辺は、シリカの露天掘り鉱山跡であり、1966年頃には、計算白土交渉が採掘されていた。噴気帯開けは、平安時代と言われる。 かつては三県の温泉旅館が存在したが、現在は入浴施設が一つのみである。大正時代には、早見郡に点在する別府十湯の一つとされていたが、町村合併等により1924年に別府市が市政施行する頃までに別府十湯から外れた。同時に湯布院温泉も外れ、現在の別府八湯の形となった。2019年10月4日に、 従来、湯布院温泉として、国民保養温泉地に指定されていた湯布院温泉、湯平ら温泉に、東温泉、庄内温泉、は間温泉を加えた湯布市内の5地域の温泉が、湯布院温泉号として、国民保養温泉地に拡充指定された。ありがとうございます。